かぼちゃくおう。かぼちゃって好んで食わなくない？いや、かぼちゃ食おうよ。かぼちゃ食うことあるかもしれないけど、かぼちゃ食べようって日ないんだけど。右手にあるんだよね、今、かぼちゃが。農家じゃん。一玉。一玉あるってこと？お前、ハロウィンパーティーかよ。一玉はないっすけど、あった。二つはできる。一人。あれ？一人分なんだっけ？あ、そっか。そうそうそう、どっちにするみたいなくだりあったわ。どっちでも。ん？本願者本にしよう。いやー、まあ、イブラヒムかな。いや、前住さん、ね。お前ら、俺に懇願するのがそんなに嫌か。かぼちゃ食おう。かぼちゃいつまでかじってんだ、お前。いや、そんなにさ、大好きじゃん、もぐもぐ食べるもんじゃなくない？確かに。飯がうまくなることはあれど、まずくなることはないから。かな。味しなくなることはあるけどね。怖っ。穴詰まってるだけじゃない、それ。人殺しとるんか。味しないわ。味しなくなる？マジで。え、ご飯の味しなくなることないの？え、ないけど。ない。いい人生送ってんな。お前何があったんだ一体。本当にね、なんか、もうこれ前に一回配信で話したことあるんだけど、俺本当に気がめいってる時は、天井を見つめてたら3日時間が経った時があって。怖ー、お前怖ー。その時は、ご飯の味はしなかった。ご飯的にもそれは驚愕だと思うけど。ご飯からしても、俺味しないの、うん、ってなってると思うわ。うまっ。あれだけか。うまいっすか。いや、うまかった。味するじゃないっすか。うん。うまいからね。うまっ。味するじゃないっすか、じゃないんだよ、ね。さて、お前。お前、味しめてるな。味だけに。味しめてね。うまっ。うますぎ、うますぎ。逆に、くずはさん、どんだけ天井見えるかやってみて。3秒くらいで飽きそう。無理無理。天井に用ねえもん、俺。かかってこいよ。何？あり合わねえよ、そこで。その部門の競技人口少ねえから。いや、なんで怒ってくんの、きしょ。きしょいは言い過ぎだろ！いや、いや、きしょいって、だから。いや、きしょ！きしょいよね。いや、まあ、善意の押し付けと言われればそれまでだけど、善意よ。善意は怒る必要はなくない？さすがに。え、だって座りたくない？うん。押し付けよ、俺の善意。